アルデバラン、アルデバラン、または、オウシザアルファー星は、オウシザで最も明るい恒星で、全天21の一等星の一つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の一つでもある。木星の数倍の質量の惑星を持つ。惑星探査機パイオニア15は、現在、おおよそ、アルデバランの方向へ飛行を続けているが、アルデバランに最接近するのは、 約200万年後と考えられている。西暦509年の3月11日、ギリシアのアテネで、月によるアルデバランの生殖、沿平が観測された。1718年に、イギリスの天文学者、エドモンド・ハレーがその生殖の記録を調べていると、アルデバランが数分、北に移動していることを発見した。よって、ハレーは、が長い年月をかけて移動していると、 結論づけた。これは固有運動と呼ばれ、後にシリウスとアークトゥルスでもそれが確認された。現在では、アルデバランは過去2000年間の間に7分移動しており、これは満月の4分の1に相当する。また、1年間に0.2秒角の速度で南南東に動いており、秒速5 4キロメートルで太陽系から遠ざかっていることが分かっている。 イギリスの天文学者、ウィリアム・ハーシェルは、1782年に、アルデバランから117秒離れた位置に11頭の、万星らしき天体を発見した。また、1888年に、シャーバー・アンバーラムは31秒離れた位置にある14、等級の恒星とアルデバランを二重星として、観測した。後の固有運動の測定から、ハーシェルが発見した恒星は、 アルデバランと重力的に結合していない見かけ上の二重星だと判明した。しかし、バーナムが発見した構成はアルデバランとほぼ同じ固有運動であることが判明し、アルデバランとは真の連星であることが示唆された。1864年にイギリスのタルス級にある民間天文台で働いていたウィリアム・ハギンズは最初のアルデバランのスペクトルの観測を行った。 その結果、鉄、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなどの9つの成分が検出された。1886年、ハーバード大学天文台で観測を行っていたエドワード・ピッカリングは写真看板を使ってアルデバランのスペクトルから50本の吸収線を捉えた。アルデバランの拡直径は百二十一年にウィルソン山天文台のフッカー望遠鏡に 備えられている干渉系を使って初めて測定された。その角直径は0.0237秒で、それまでの推定値とほぼ一致していた。アルデバランはスペクトル型系 5E 型に属する。これは大々色に輝く巨大な構成であることを示しており、すでに主系列性の段階を終えている。ヘルツシュプルングラッセルズ、HR ズ上でも、 主系列の範囲から外れている。アルデバランが代々色をしているのは、核融合の燃料となる水素を使い果たして、主系列性から赤色巨星に移行しているからであり、現在はヘリウムを核融合させている段階である。そのヘリウムが凝縮されることによって、外側の水素が外側に膨張しており、現在、アルデバランは太陽半径の44.2倍まで膨張している。これは、 約6、100万キロメートルに相当する。ヒッパルコス衛星によって測定された年収視差の値に基づくと、アルデバランまでの距離は約65.3光年となる。質量は太陽質量の約50%の誤差がある。高度は太陽高度の518倍にもなる変更性であり、肉眼で変更を確認するのは難しい。しかし、 光電速光を用いなくても、写真観測でわずかに変更するのがわかる。LB 型の脈動変更性であり、0.75等から0.95等まで、わずかに明るさを変える。赤外線で観測した J バンドでの主等級はマイナス2.1等で、これはベテルギウス、カジキザ・アール星、アークトゥルスに次いで明るい。アルデバランは夜空の中でも、 見つけるのが最も簡単な構成の一つである。オリオン座ガンマ星からプレアデス星団の中間に位置する。オリオン座の真ん中に並んでいる三つの星を東から西に結んで延長していくと最初に突き当たる明るい星がアルデバランである。地球から見るとアルデバランのすぐそばに三階星団のヒアデス星団が見える。双眼鏡でアルデバランを見ると周囲に たくさんの星が輝いていて大変美しい。ヒアデス星団までの距離はアルデバランまでの倍以上の約150光年とされているため、アルデバランはヒアデス星団のメンバーではなく偶然重なっているように見えるだけだとされている。王道のすぐそばにあるため、毎年5月下旬から6月上旬には太陽がすぐそばを通り、この頃は地上からは全く観測することができない。 同じように惑星や月も頻繁にそばを通過する。地には月に隠されてしまう生殖が起きることもある。一等星の中で月に隠されることがある恒星は他にレグルス、スピカ、アンタレスがある。2015年1月29日から2018年9月3日までに49回月による生殖が起きる。北半球の中度地域では12月上旬頃には ほぼ一晩中アルデバランを観察することができる。また、春の夕方や秋の明け方にも見えることができる。逆に、オーストラリアや南アフリカでは、アルデバランの生殖を観測することは、決してない。アルデバランの直径は1978年9月22日の生殖中に測定された。合わせは、毎年6月1日である。アルデバランの周りには、 5つの構成が発見されている。これらはアルデバランをオウシザアルファー製 A として、便宜上のアルファベットでの名前が付けられている。これらのデータの一覧を下に記す。いくつかの調査では、オウシザアルファー製 B は、戦術の通り、固有運動がアルデバランとほぼ一致しているため、物理的にも連星である可能性が高い。しかし、これらの構成は、 アルデバランが非常に明るいせいで観測が困難である。観測結果にも誤差が大きく、アルデバランとの物理的関係を確立することができない。今のところ B や他の構成がアルデバランと物理的に関連していることは明確に示されていない。C と D は連星をなしており、互いの構成を好転し合っている。この連星はアルデバランよりも遠くにある。 ヒアデス星団のメンバーである可能性があり、その場合、アルデバランとは全くの無関係になる。学名はアルファータウリ、略称はアルファータウ、オウシザアルファー星という名称はバイエルフ号に基づくものである。アルデバランという名前はアラビア語のアッダバラーン、アドは低関シアルの連接形に由来する。これは後に続くものという意味であり、アルデバランが 東の地平線から登ってくるときに、プレアデス星団の後に続いて登ってくることからの命名出る。2016年に国際天文学連合は構成に関するワーキンググループを組織した。2016年6月30日にワーキンググループはアルデバランをオウシザアルファ星への固有名として正式に承認た。現在、アルデバランは ワーキンググループが正式に承認した構成の固有名の一覧にリストアップされている。日本では、後星、東星の後星、スバルの後星、東星の後の星などというアラビア語と同じ発想の名前が見られる。また、赤星という色に着目した名前もある。肉眼でも簡単に観測できるアルゲバランは古代、現代においても 様々な神話でモデルとなっている。1993年、アークトゥルスとポルックスと共に視線速度の観測が行われた。その結果、アルデバラン A から約に AU 離れた距離を643日で好転している加減質量が木星の11.4倍の惑星化褐色矮星が存在する可能性が示された。調査した3つの構成すべてに、 何かしらの天体が存在する観測結果が得られた。研究者は、この結果は、構成固有のものである可能性が高いと結論付けた。そして、2015年の観測で、長周期で光転する惑星の存在を示す、確かな証拠が発見された。先生術では、アルデバランは、富と幸福の前兆となる、幸運の星だと考えられてきた。ペルシア人にとっては、 紀元前3000年頃からアンタレス、フォーマルハウト、レグルスと並んでロイヤルスター、王家の星の一つだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。